こちらね、先ほどから紹介させていただいている、これをね、いただいた、ダブリをね、いっぱいもらってるやつなんですけど、こちらもね、その続きの方をさせていただきたいと思います。さっきはいたずらにやられましたね。こういうね、子供チックな、子供チックなね、いたずら大好きなんですよ。よいしょ。はい、こちら。あ、これもあるあるですね。これも出てきましたね。あ、そうなんですけど。もう45歳なんですよ。ほんで、僕がね、一緒に飲んでて、何でしたっけ。僕がトイレ行ってたらね、僕のその、コーラサワーの中に醤油入れたり、ね、いいんですよ、別に。それはめちゃくちゃ入れてるわけじゃないんですよ。ほんで、僕がね、あーっていう、その、リアクションが、なんか面白いみたいなんですよ。僕のリアクションってなんかね、他人と違うリアクションするみたいで、まあいいんですよ。ただね、なんかね、子供っぽいんですよね。あ、ちゃいますね、ナンバーと。あ、これもダブってますね。これもダブってますね。これもダブってますね。これもダブってます。このね、まだ動画、まだアップしてないんですけど、これをね、また動画アップしたら喜ぶと思います。ほら見てみ、みたいなね。この今回のこの香水のこの避けたやつね。これちょっと避けときます。せっかくね、ノーマルカードとはいえ、こんな綺麗なカードもらってるんで、大事にしたいんでね。あ、これ可愛いやつダブりましたね。あ、もう、それはもう当然ですわね。こちらと。ほんで、この間でもね、僕が帰るときね、えらいみんなが僕の背中見るんですよ。電車乗っててね。ほんで、こう、釣り革持ってて、こう、僕がこうなるじゃないですか。ほんなら、知らない人が僕に、ね、こうするから、何なんですか何ですかって、あ、すいません、僕ひょっとして足踏みましたかって、この釣り革持ちながらね。ほんなら、あ、違います、違います、背中わかりますから、背中って何と思って。ほんで、夜だからね、わかりますかね。ガラスにね、反射するじゃないですか。ガラス、窓ガラスが、鏡みたいになるんですよ。ほんで、パッと後ろ振り向いたらね、僕の背中に張り紙ちっちゃいのがあって、このかわいそうな犬を誰かもらってやってくださいみたいなね。まあまあまあいいんですけどね。そういう人なんですよ。はい。まあこちらがね、次3パック目。しょうもない話もしちゃったんですけど、もう本当にね、ちっちゃい子供みたいなんですよ。あ、もう全部あるあるですね。だから、僕がその、怒れないのもまた楽しいんでしょうね。その方からしたらね。一回ぐらい怒った方がいいんかな。でもそんなね、怒るような内容でもないし。あ、違いますね。もう、ええ加減全部あるあるですね。あ、こんな感じですね。もうそりゃそうですわね。まだあるんですよ、これ。こうですね。はい、こんな感じでね、開封動画を紹介していただいさせていただいてるんですけど、僕のね、動画がいいと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。